坂井忠家、坂井忠家、坂井忠隆は、江戸時代中期の大名、老中主座。上野前橋藩第九代藩主。後張間姫路藩主大藩主。雅学頭家酒井家、宗家九代。前橋藩文家の越前鶴賀藩主、坂井忠家の四男。前橋藩主となっていた実家の親本に子がなかったため。 同じく養子としてその後を継いだ。教法16年、1731年、家徳相続。原文5年、1740年4月3日、大阪城代に任じられる。延京元年、1744年5月に、大阪城代を免じられ、西の丸老中になり、将軍講師の徳川家重付属となる。翌年には家重が将軍となり、 ただちかも本丸老中となった。老中に就任する際、それまでの老中主座は勝手がかり老中の松平、の里,里であったが、の里は辞責に回され、ただちかが主座とされた。坂井家の家柄が重視されたことと、の里が将軍後継問題で家主義を支持しなかったことによる、家主義の報復人事であるとされる。の里は老中を辞任し、原稿の上で天保となった。 寛永元年、1748年、非全国佐賀藩主の鍋島宗教を隠居させようとする、佐賀藩主家一族の計りごとに巻き込まれる。寛永2年、1749年1月、遠国である、張馬国姫路への天法と共に老中を辞任。姫路天の経緯は口述する。明和7年、1770年4月18日、 八王の忠方が元服すると、同年うるー六月十三日に一万国を分与し、姫路神殿藩を立藩させた。安永元年、千七百七十二年に、藩主在職のまま死去し、あとは孫の忠さが継いだ。長男の忠し青具は諸子であったため、当初はこれを後継と考えず、忠し青具は、寛永元年、千七百四十八年に、 幕府より三千病の新風を受け大見旗本として、将軍、徳川家重の故障となった。しかし着手とした次男の中徳が、法歴五年、1755年に十八歳で、創生、三男の忠義が着手となり、家重にお目見えするも、忠義も、法歴十一年、1761年に二十二歳で、創生したため、同年に、ただし青具を着手とした。 しかし、ただし青具も明和四年、1767年に創生したため、前述の通りただし青具の長男のたださねがただちかの着手となった。寛延二年、1749年、ただちかは前橋から姫路に転校する。堺家の前橋藩は財政が極端に悪化していた。堺家という格式を維持する費用、幕閣での務めにかかる費用、 豊慢な財政運用、加えて、前橋藩領内は、利根川の氾濫が相次ぐ土地でありあまり豊かはなく、つまり、財政基盤の脆弱さなどが大きかった。そもそも藩長のあった、前橋城は、利根川の急流防御に利用した、堅牢な城であったが、その利根川に年々上地を侵食されており、五大藩主中居の頃の法営3年、1706年には、 利根川の反乱により、本丸三層の矢倉が倒壊している。ただし日は隠居の後の宝永七年、1710年、前橋から近畿地方の先進地への国替えを幕府に、働きかけたが負けしている。しかし、もはや国替えにより、危機を脱するしか法とがないというのが、この後、藩主脳の暗黙の了解となってゆく。ただ地下の頃も、同様の状況が続いており、 過労の本田光明や江戸のように犬塚またうちらは同じ十五万国ながら機内の先進地に位置し、内実はより豊かと言われていた姫路に目をつけ、ここに違法する計画を起とし、ただちかもこの案に乗った。ところが、本田と同じく過労の河合貞則は、前橋城は、新区により、永代この城を守護すべしとの衆院城まで付された上地であるとして、 姫路天保工作に強行に反対したため、本田、犬津からの国替え工作は、以後、河合を通さずに秘密裏に行われた。そのような遠くの坂井家の期待とは裏腹にその頃、姫路では、寛延元年、1748年夏に、大干ばつが起きたがしかし、姫路藩松平家は、同年の年貢徴収の手を緩めなかったため、 領民の不満が高じている中で藩主の松平、秋則が11月16日に死去し、11歳の幼いやと次が藩主となることとなった。藩が動揺する中、稲見軍的形組の農民が12月21日に放棄した。この一期は藩による火災を売り払っても年貢官能ができないものに関しては、納付を来期まで待つという触れ書きによって一旦は収まったが、 1>, 1月15日に、前橋の忠地下と姫路の松平木八郎、朝則の,の違いの命令が出されたことで、借金の踏み倒しを恐れた領民は1月22日に、再び放棄し、藩内各地を襲撃。その被害は、藩内全域に及んだ関円台、肝炎大一期。一機は2月には収集したが、この混乱が大引き、坂井家の天保は5月22日にずれ込んだ。 藩士の移住はさらに遅れ、しかも7月3日には、姫路領内を台風が襲い船場川が決壊。河合は独断で避難民を姫路城に収容し、米蔵から備蓄米を被災者に分け与えた。この時は死者、行方不明者を400人以上も出した。8月にも、再び台風が襲い、田畑だけではなく、領民3000人余りがさらに死亡する大被害を受け、 前年と合わせた大被害を受けた姫路寮にまともな年貢収入は期待できず、店舗の費用もかさんだ坂井家はつまり、ますます財政が悪化した。寛永4年、1751年。河井は、ホンダ、犬塚の両名を殺害し、代々の藩主への謝罪状をしたためて自害している。日付は旧暦、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。